刀剣甲冑に会える城。今回は広島県広島市にある広島城を探訪します。城下町として発展を続けた広島市。太田川河口に日本三大平城の一つ広島城はあります。豊臣秀吉の五大老の一人として知られる戦国大名毛利輝元が城下町と一体化することで政治経済の中心地として機能する城郭をという目的から築城されました。広島城は別名里城とも呼ばれています。他の城郭の別名も縁起の良い動物が使用されていることから縁起の良い魚である鯉が使われたと言われています。1931年に天守閣は国宝に指定されましたが原子爆弾の投下によって倒壊、その後外観を復元して建造されました。城内のところどころには王子の姿が残っており、かつての城構えの様相を知ることができます。天守閣内は築城400年を機に内部改装を行い、現在は武家文化をテーマとした歴史博物館となっています。その他にも広島にゆかりの深い日本刀や甲冑などを鑑賞することができます。こちらは新進島随一の備前殿の名手小山宗次が作刀した重要刀剣になります。刀剣賞の間では小山宗次が作刀したものは出来が優れていると言われていました。広島の歴史の中心的な役割を果たしてきた広島城。広島城へは広島駅から市内電車かバスでお越しください。現代に語り継がれる先人たちの夢と歴史の物語をぜひ感じてください。